出しちゃっていきましょう。一人ぼっち with 青鬼。こちらのゲームはですね、一人ぼっちというホラーゲームと、私も今までプレイしてきました青鬼のコラボレーションゲームということで、二つの世界観が合わさった二倍怖いゲームということらしいです。早速ゲームを始めていきましょうか。いきますゲームをプレイする前に付属のリードミーをお読みください。リードミーだね。読みました。 またこのゲームはフィクションですノンフィクションであってたまるか実在する人物などとは一切関係がありませんまたこのゲームはひとりぼっちと青鬼のコラボゲームですそして一部前作と関わりがあるので前作ひとりぼっちプレイ推奨ですそうだねじゃあこのゲーム終わったらちょっとやってみましょうか さあ、このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。小さいお子様や心臓の弱い方のプレイはお控えください。なんか脅かし要素が結構あるらしいんですよ。なので私、私もしかしたら実況中に心臓が止まってしまうかもしれないんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。お文字について赤文字は謎解きのヒントや重要な文章を出てきたらメモしておくなりしておメモ用紙用意しとかなきゃいけないのね。わかりました。はい、準備 OK です。 さあ、やっていきましょう。どれが主人公ここは、ふみかちゃんの家。そして、私は、えー、ゆめちゃんと一緒にピアノの練習。ずいぶん広い部屋住んでるね。掃除が大変そう。も、ももねちゃんだいぶ上手くなったね。かわいい。うん、ありがとう。なあ、俺今度おじちゃんの家に帰るんだけどさ、そこに奇妙な屋敷があるんだ。もう絶対青いやつ出てくんじゃん。青い化け物が出る噂だ。最近そこでの行方不明者も多いらしい。 まさかそこに乗り込む。そんなバカな真似しないよね。しないよね。しなかったらゲーム始まらないけど。<laughs> いいじゃん、乗り込もうよ。ということで、その屋敷に忍び,こと忍び込むことになった。もトントン拍子で進むんだね。うわー、でもなんか青鬼の屋敷とはちょっと違う感じだけど、構造は似てるね。とりあえず最初どこに行く どこでもいい。とりあえず、行こう。クラピカル理論で右から行こう。多分皿が割れてると思うから。<laughs> 右行ってみようか。お、音でけえよ。ここ図書室かなよっ。鍵がかかっている。まだ入れないと。じゃ、こっち側行ってみますあちょっと構図違う。なにこれチーズチーズだ。食べる食べない。さすがに人ん家に入り込んでさ、落ちてる食べ物食べたくないんだけど。まあ、でも食べたらもしかしたら MP が回復するかもしれないから食べとくうん。普通に美味しい。けど、あ、倒れた。は そりゃそうだよね。落ちてるもん拾い食いしたらそうなるわ。良いこと皆さんは絶対に真似しちゃダメだぞ。こっち側は扉があるね。水道とかは調べられない。全体的に広いんだけど何なんだこれ、ドアは入れるなんか入ってるかな鍵とか多分入ってると思うんだけど、本の隙間に何かあるぜ。おトイレの鍵来たこれ メモを手に入れたメモ。なんでしょうかアイテムでメモ。えー、パスワードのヒントのようだ。見てみましょうか。パス、ii, ea, q。英語だけを変換して、変換。キーボードかなキーボードは、それとも、携帯電話かなキーボードだと i は、2。ea ってなんだ ?ea、あ、1か。じゃあ、 あ、愛は2ってことね。数字の2。だから2219ってことか。結構単純だったな。こっちは何もない。左側はこれ入れんのかなよいしょ。入れそうにはない。逃げるときは、じゃあ、隠れたりはできないってことなのかな追いかけられたら、頑張って逃げるしかないって感じなんですかね。わかりました。あのチーズこれ持って行ったりとかできないのかな食べないできないか。青に食わせてこれで退治するとかできないのかね。多分ここ入ったら出てくるよう、ね、に。ちょっとセーブしとこう。セーブしといて。OK。じゃあ行きましょう。 図書室の鍵を使った。おお、で構造が全然違うじゃん。どっから出てくるかわかんないね。あの穴すごい気になります。あそこに隠れられるとか、それともこっから出てくるとか調べてみよっか穴。穴があったら入りたいってどういうこと絶対即死でしょまあ、でもセーブしたからいいか見てみようか。入ってみます。はい。あああ何今の。一人ぼっちの敵キャラかな 右側なら大丈夫なんだよね。ダメでした良い子のみんなはね、穴があっても入っちゃダメですよ。何があるか分かんないからね。これ鍵か、多分。どう逃げればいいんだろう。まあ、普通に右にダッシュして、下に下がればいいと思うけど、どっから出てくるんだろう。とりあえず取ってみましょうか。子供部屋の鍵。鍵だな。2階に行くか。なんで2階に子供部屋があるって知ってんだよ、お前。あっこんにちは。さっき穴の中にいた人ですよね。おいおい。嘘だろ。また出てきた。あの幽霊。 多分これは呼び出されてるだけ誰かがこの幽霊をここに召喚したと思う青鬼が召喚したのかなそんなことできるのじゃあ誰が話はあと先に逃げましょうあの速さだったら逃げられないんで <laughs> こんにちはああこの青い化け物幽霊にしてはデカすぎるどうやってドア入ったんだろう二人同時に襲うっぽいえっ二人で追いかけてくんの二倍大変ってことじゃん眠いじゃねえお前なんでそんな緊張感保ってんだよとにかく逃げましょう 早すぎないか、ちょっと待ってとにかく逃げましょうからの一歩が早すぎるんだけどほっオッケー早いこいつら逃げて逃げて早く逃げてちょっと足速いって何でパワーアップしてんだよまずい青鬼さん1人になったこれあれだねドア1回か開けていかなきゃいけないのかよいしょオッケーで上逃げるか上逃げて逃げられない上に上がれない ここでやっぱぐるぐるするのが正解なんだな。本家でもそうだったけど。ここで時間を稼いでか、今回にさ、隠れられないってことは多分時間経過でしか避けられないんじゃないかな。さあ、どうだどうだ。チーズがあるよ。それ食べてやるんでつまめ。お前そのチーズをつまむんだ。こっちにおびき寄せて、ほ。で、こっち側からぐるりんちょ。これでもう大丈夫でしょ。あーあ、す間えよかった。はあ、おい、なんなんだ。殺人鬼の上に青い化け物。強敵が2匹もいるわけでしょう。あの青い化け物。あの幽霊より。 強かったあそうなんだ。じゃあ、青鬼の方がちょっと上位互換なんだね。どれだけ僕たちを追いかけ回したいんだ。とりあえず、この屋敷を探索するしかない。青い化け物には気をつけよう。そうだね。また突然出てくる感じもあると思うし、今回隠れられないということで、かなり鬼畜度も上がっているんでね、難しくなってると思います。これ上がれる上がれるね。さっきなん、なんかいたね。さっきなんで上がれなかったんだろう。ほら、来てる。 すっごいゆっくりこっちに近づいてくるよ。なんだよ、BGM とかかけてお願いだから。専用 BGM とかないのかな鍵がかかっている。こっちは行けない。左側はよいしょ。お、また部屋があるね。失礼します。お、こっち通れる。ちょっと道がね、青鬼と違うから覚えなきゃいけないね。鍵がかかってる。ここも入れないと。じゃ、左側に逃げてたらさっき危なかったね。右に逃げるのがやっぱ正解だったと。あいつ、普通に出てくるってことは、あいつを巻きながら行かなきゃいけないってことでしょ。ここはお、 墓何これ読めない読めない読めない。三つ並んでる。なんか落ちてるね、ここ。コインかな鍵かなメジあ、っそんな頻繁に出てくるもんなの、こいつら。ちょっと、ちょっと、これ、ちょっと怖い、これ、半歩で動くからさ、ちょっと怖いよね。失敗する時があるから。よいしょ。開かない。ちょっと来てるんです。ちょっと来てるんです。右側、これこ子供部屋でしょ。オッケー。うわ、なんかたくさんあるのね。セーブしてこう。ちょっとこまめのセーブが大事だ、このゲーム。いつも以上に早めにやんないと。はははははは。<laughs> え何、ナイフに触ったから死んだのですね。ははは体もろすぎだろお前なんで歯の部分触ったの柄の部分触りなさいよ。これは水晶玉。スノードームだって。ああ、くるりと回転させると雪降ってるように見えるやつでしょあれね、昔上にも家にもあったわ。あのボタンめっちゃ気になるんだけど。本はあ パソコンキーボードの本だって。ああ、さっきのヒントってことか。パソコンのキーボードにはひらがながある。Q はた、T はか、J はまなど、それぞれに書かれている。私のキーボード、英語表記しかないんで、ひらがな書いてないんですけれど。<laughs> パソコンのキーボードを一回見てみるといい。何かが見つかるだろう。こういうふうにちゃんとヒントもくれるってことね。さっきのあの、2219のヒントでしょう。お、ダイヤルキーがかけられている。数字が違うわ。えあ入力するのあ、さっきのやつね。じゃあ、221。あ、間違え、9だった。 9。はい。マッチでーすって手に入れた。マッチで何かを燃やすと、押すセーブしとことりあえずセーブしといて、押します。よいしょ。おい。ネジを持ってきたのはいいが、ドライバーを持っていない。ドライバーこれボタンじゃないのドライバー持ってくる必要はあるね。ああ、じゃあドライバーここまで持ってくればネジで、あ、ボタンを外すってことか。なんだろうね。じゃあ下の方多分いるよね、こいつ。あいつ右回りしてんのかなあ、だね。くるくる回ってるだけか。追いかけてきてるわけじゃないんだ。 こ,こ入ってみましょうあ、ふわー、眠い。このタイミングでお前には恐怖心というものがないのか。ここにベッドがある。そこでしばらく寝かしておけ。え、一人、そうで、一人にならない方がいいじゃない。え、でも、寝かせちゃったらどうなるんだろう。見てみたいよね。寝かしてみようか。そうだね。ふ、ふみかちゃんでいいのかな。お、寝かしましょう。 うん。部屋の鍵は閉めておけよ。うん。俺たちが来ても開けちゃダメだぞ。こういうイベントがあるってことは何かしらあるんだろうな。鍵がかかっている。ふみかちゃんが寝てるならそっとしておきましょう。ちょっと調べ物とかしたかったんだけどな。あの部屋の。じゃあ、こっち側の部屋。あの子多分ね、無敵キャラっぽいからいいんじゃない <laughs> 何があっても死ななそうだから。えーと、鏡は何もない。あ、なかった何手に入れた えっと、アイテムで、わら人形呪いと書かれている。怖すぎだろ。これマッチ使うんじゃないのスノードームはガラス製中に何か入っている。見てみるえー、これを割れるものはないかなそんな床に叩きつければいいじゃん。ダメなのそういうのはお嬢様的には無理なのかなはははは。<laughs> ないから無理ちゃんと壊すものがないとお母様に叱,れちゃ叱られちゃうわみたいな。お、何これ ドライバー来たこんなところにあったね。これであそこのボタンっぽいところ、あれのネジが開けられると。下はいけない。なんだろう鍵もなさそう。こっち側の下はよいしょ。この半歩がちょっと鬱陶しいな。これ、あー、くるのかやっぱり。上行ってみようか。上で。ある程度近づくと近づいてくるってことか。こっち側は鍵がかかっている。たくさん鍵ありそうだね、今回も。 リードミー見るとね、なんか20分、30分でクリアできるって言ってたけど、そんなに早くクリアできるかなこれ。おここもなんかあるね。セーブしとこう。セーブしといて、ドラクエの階段みたいなのもあるよ。これ何タンスかなこれあれじゃなんかよく劇場とかにあるやつじゃん。あの、美術館とかに。入らないでください、マーク。なんでこんなとこにあるんだろう。これは何なんかくぼみが真ん中にあるけど、10円玉でもはめるのかなタンスは何もなさそう。おう、水も出ない。じゃあ、はい、下行ってみましょうか。 お樽これなんかの形に。<laughs> やばいこれ脅かしに来てるこのゲーム逃げ切れってことなのかな右下になんかアイテムあるもんね。あれをゲットして逃げ切れって感じか。間に合うかこれ、こっちで。ほ。で、行って、なるほどね。金槌これで壊すと。こいつを <laughs> で、ここで待ってればそこに出てくるから、 あいつをこっち側におびき寄せてこれで間に合うかいけいってしまい追いかけないっす出てくる追いかけてこないオッケーなるほどねしつこくはないんだこいつら多分たくさん出てくるけど本家の青鬼みたいにすんげえ追いかけてくるとこはないってことねわかりましたじゃあネジで上げていきましょうえーとセーブしてでネジ使いますドライバーでネジを取り付けたボタンを押したらどこかの扉が開いた音がした 扉が開いた。どこだろう鍵がかかってなくて閉まってたところでしょう。こっちの奥とかって行ったっけそういえば。行ってないよね。この奥はあ、行けないに。偽物の扉なのかなあっ。え追いかけてこないこんにちは。ちょっと調べさせていただきますね。オタクの。マッチで多分あそこ火つければいいと思うんだけどな。扉は開かない。なんで動かないんだろう近づいて大丈夫 ほっほっ、マッチで火をつけた、でっていう。わら人形燃やした。おっ、500円玉手に入れたよ。500円玉。500円玉。ちょっと金槌も使ってみたいんだけど。そのドーム割る。はい。こんなところで音出してて大丈夫かな。中にあったのは台所の鍵。台所2の鍵を手に入れた。2の鍵あの、チーズがあったところが台所だよね。その奥の鍵ってことかな。あいつ何だったんだろう。何であそこで待機してたんだろう。 ちょっと行動パターンが読めないけどじゃあ台所に行ってみようかあれあ行けなくなってるなぜ行けないねこっちから下を戻ることはもちろんできないもんねどっかの扉ってどこだろうえー、鍵がかかってるおっここねうわお料理中でしたねあの幽霊何を煮込んでんの物に触れるんだ わからない。ただ、少し血の生臭い匂いがする。ええー、何を食べになってんの一旦部屋を出るぞ。どうするもう一回部屋に行ってみるそうね。もう一回部屋に入、あ、選択肢じゃないんだ。もう一回入ると何が変わるのちょっとセーブしとこうか。怖いからセーブして、入ります。あ、消えた。一瞬見えたけど。これは何レシピ何か書いてあるわ。あなたの、後ろ。あはははは もう、なにそれひどすぎるでしょじゃ、時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。こちらのゲーム結構ね、即死トラップがあるみたいなんで、こまめのセーブが必須ですね。頑張ってちょっとこの、えー、館から脱出してみたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。